叔父上はまだか。船着き場で待とう。陣、叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても着いてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったような。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の税がいるので。税がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついておる。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。
さあ、馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我が父と。分かるる縁と知ればこそ。今日を限りに消え果つるとは。
も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。地に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。ゲチリス。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。死ぬわけにはいかない。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。
ちの過ちをただするつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。お下地に背くわけにはいかん。私の過ちをただするつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。下地に背くわけにはいかん。私の過ちをただするつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。
と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。叔父上お許しください。私の過ちを高くするつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。誉れある最後を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王佐、我が父。息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。いつの日ぞ。
神、真実となるはいつの日ぞ。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。叔父上、いつか会いましょう。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。もうこの次は本土の武士、追われる身となろうとはな。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。雅子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。